登山者が撮影したグリーンブーツ。2010年撮影。体の左側を下に横たわっている点に注意。グリーンブーツはエベレスト山頂への主要なルートとなっている北東領ルートでランドマークとなっていた身元未確認の遺体に付けられた故障。この遺体は公式には身元が確認されていないが、インド人登山家で1996年にエベレストで 遭難死したゼワングパルジョールと考えられている。グリーンブーツという故障は、遺体が履いている、コフラック社製の緑色の登山ブーツに由来する。北側から登頂を目指す者は皆、この標高8500メートルに位置する、石灰岩が張り出した洞にある、この遺体に遭遇する。2006年には、デイビッド・シャープがエベレストへの単独登頂に、成功した後、 このグリーンブーツ警部で遭難死した。最初にグリーンブーツを記録した動画は2001年5月21日にフランスの登山家ピエール・パペロンによって撮影された。この動画でグリーンブーツは体の右側を下に横たわっていた。パペロンはセルパたちからこの遺体について6ヶ月前に登場を試みた中国の登山家のものだと聞かされたという。 長年にわたって、この遺体は、北ルートのランドマークとして知られ、また、デイビッド・シャープの死との関係でも知られてきた。2014年5月、グリーンブーツが姿を消したという報告がなされ、撤去されたか、埋葬されたかしたのだろうかと憶測を読んだが、2015年には、再び目視されるようになった。グリーンブーツは、インド人と残花、ワングパルジョールであると広く信じられており、 彼は二人の同僚と共に1996年に登頂を試みた日にコフラック社製の緑のブーツを履いていたが可能性としては彼と同じ登山隊のメンバーであったドルジ・モルップだとも考えられる。1996年のエベレスト大量遭難では8人の遭難死者が出たがその中には南東ルートを進んだアドベンチャーコンサルタンツ隊や マウンテン・マッドネス隊の5人のほか、北東ルートを取った3人が含まれていた。この3人は、インドチベット国境警察が派遣した、インド隊の登山家たちであった。この遠征隊を率いていたのは、モヒンダール新隊長で、彼は、東側からエベリストに登頂した、最初のインド人であった。1996年5月10日、チェワング・サマーニア隊員、ドルジェ・モルプ上等兵。 セワング・パルジョール総長の3人が山頂を目前にして吹雪に襲われた。6人の登頂隊のうち3人は撤退したが、サマニア、モルップ、パルジョールはそのまま登頂を目指した。ネッパール標準時で15時45分頃、3人は山頂に達したと無線で台帳に報告した。彼らは山頂にタルチョウや旗、ハーケンを捧げ物として残した。 ここでリーダーのサマニアは宗教的儀式のために時間の余裕を使うことを決め他の二人には下山を指示した。その後無線は途絶した。直下のキャンプでは隊員たちが標高8570メートルの第二ステップの矢や髪型を下山する二人のライトを目視した。しかし三人はいずれも標高8300メートルに設けられていた。 全身キャンプまで帰還することができなかった。後に、この遭難をめぐって、福岡チョモランマ登山隊の日本人登山者たちが、行方不明となった、インド隊の隊員たちの救助を怠ったのではないかとして論争が起こった。福岡隊は、標高8300メートルに設けた彼らのキャンプを、中国標準時6時15分に出発し、15時7分に、登頂へ到達した。 その途中で彼らは他の登山者たちに遭遇していた。彼らはインド隊に行方不明者が出ていることは知らず、皆フードの下にゴーグルと酸素マスクをつけていたこの登山者たちを台湾隊のメンバーだと思い込んでいた。15時30分から下山を始めた福岡隊は第2ステップの髪型で何かわからない物体が見えると報告した。第一ステップの下方では 一人の人間が固定ロープにいると無線で報告した。その後、福岡隊の一員だった、重川英介は、近くに立っていた、正体不明の男性に声をかけて挨拶した。この時点で、福岡隊が持っていた酸素は、第六キャンプに引き返す分しか残ってなかった。16時に至り、福岡隊は、隊に参加していた、インド人の一人から、三人が行方不明になっている。 ことを知らされた。福岡隊は救助への参加を申し出たが、断られた。天候の悪化で、さらに1日待った後、福岡隊は5月13日に第2次登場隊を送り出した。彼らは第1ステップ付近で複数の遺体を見かけたが、そのまま山頂を目指した。その後、様々な誤解も重なり、福岡隊の行動について厳しい非難もなされたが、 後には誤解は解けた。ロイターは、福岡隊は、行方不明者の捜索に協力すると言っておきながら、登庁に進んだ、とインド隊が非難したと報じた。福岡隊は、登庁の途中で、死にかけている登山者を見捨てたり、救援の求めを拒むようなことはしていないと、報道を否定し、この主張は、インドチベット国境警察にも受け入れられた。インド産学連盟の役員である。 氷隊は5月10日の時点で福岡隊はインド人と会ったと報告していたとして一旦は福岡隊を避難したが後にそれを撤回した。グリーンブーツはチェワングパルジョール総長の遺体であるというのが一般的な認識であるが1997年にヒマラヤンジャーナルへ発表されたザインディアンアセントオブコーマランマバイザノースリッチという遠征隊の副隊長だった。 PM ダスによる記事は、遺体がドルジェ・モルップ上等兵のものである可能性を示唆している。ダスによれば、19時30分にライトをつけて、下山しているところを目視された二人の登山者がいたが、ほどなくして見えなくなったという。翌日、インド隊の第二次登頂隊のリーダーが無線で、ベースキャンプに連絡し、彼らが第一ステップと第二ステップの間を、 ゆっくりと動いているモルップに出会ったと報告した。ダスの記すところでは、モルップは、頭匠にかかった手に手袋をすることを拒み、アンカーポイントの安全カラビナを外すのにも手間取っている様子であったという。ダスによれば、福岡隊は、彼が次のロープに取り付く手助けをしたという。福岡隊は、チェワングサマニアの遺体を、第二ステップの髪型で発見した。登場後のキロ。 彼らは、モルップが、まだゆっくりと進んでいるのを見つけた。モルップは、11日の午後に落命したのものと、考えられている。ダスは、パルジョールの遺体は、全く見つかっていないと述べている。インド隊の第二次登頂隊も、頂上からのキロにサマニアとも、ルップの遺体に遭遇していた。ダスの記すところでは、モルップは、下山ルートの近く、第六キャンプ近傍の大きな岩のシェルターの下に、 横たわっているといい、着衣やリュックサックもそばに残されているという。グリーンブーツの遺体をなぜ回収しないのかと問われた、インドチベット国境警察は、それがパルジョールの遺体だと断定ができないからであると、して、それがイットブプの誰かのものだというものもいるし、それ以外のインド人だというもの、また外国人の遺体だというものもいる。我々のメンバーもこの遺体を現任しているが、 それが我々の組織のものかどうかは断定することはできなかったと述べて、それ以上の質問には答えなかった。グリーンブーツはおよそ200体に上る21世紀初頭の時点でエベレストに取り残された一体の一つとなった。グリーンブーツという故障がエベレスト界隈でいつごろ定着したのかははっきりしていない。長年の間にこの故障が一般に広く浸透していったが、 それは北側からの登頂を目指すすべての遠征隊が石灰岩の洞の中で身をかがめるようにしている。この登山者の遺体を必ず目にしてきたからであった。この洞は標高8500メートルにあり、空の酸素ボンベがいくつも打ち捨てられている。この洞は第一ステップより下の登山ルート沿いにある。あだ名が付けられている遺体としては他にも 眠れる美女と称されているフランシス・ティステファノ・アーセンティエフがあり、1998年に遭難死した彼女は登頂に成功しながら下山できなかった。彼女の遺体は、彼女が倒れた場所に泊まり、儀礼的に視界から隠された2007年まで目視することができる状態だった。さらに、虹の谷と称される頂上直下の一帯には明るい色の登山着をまとった。 いくつもの遺体が散在している。また、南側ルートの目立つ場所にあったハンネローレシュマッツの遺体はドイツ人女性という名で知られていたが、彼女は1979年に登頂に成功した後、下山の途中に標高8200メートルで遭難死したのであった。彼女の遺体は長らくその場所にあったが、その後、斜面の下へ吹き落とされてしまった。2006年、 イギリスの登山家、デイビッド・シャープが、グリーンブーツ警部で、低体温症の状態で、登山家マーク・イングリスの一体によって発見された。イングリスは、無線でシャープを救助するにはどうしたらよいのかと助言を求めたが、なす術はなく、そのまま頂上を目指した。その数時間後、極度の低温の中でシャープは落命した。その日には、他にもおよそ3ダースほどの登山者たちが、 死にかけていたシャープの近くを通ったはずであったが、シャープを見かけた者の,の中にはシャープをグリーンブーツと見誤って、ほとんど注意を払わなかった者も,もいたと考えられている。ありがとうございます。